はい、どうも、皆さん、こんにちは。今回はクランリーグにて、相手のクランにですね、あ、なるほどなーっていうようなサービスシール編成やられたので、今回はそちらでお送りしていこうと思います。かがじんのー、ケースケ一曲のー、ケースケです。ボン！ということで、サービス終了編成っていうのは知らない人のために初心者からに説明しますと、まあ、今ね、荒野行動の実況、ゲームの荒野行動の実況で、ね、やられてるハルパパさんっていう方がね、もう強すぎて、もうサービス終了レベルだよって名付けたのが、まあ、サービス終了編成となっておりまして、まあ、言ってしまえば陸のね、簡単面出し編成ですね。まあ、の、総称ね、サービス終了編成って言うんですけども、今回ね、クランリーグで、もう相手のクランにね、あ、なるほどなっていうようなサービス終了編成やられましたんで、今回そちらね、お送りしていこうと思います。なので、カカ動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを借りしての先行プレイ動画とか、チャレンジ攻略を動画にしていきますんで、最新情報一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、そこ、最新のね、サービス終了編成見ていきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケースケの入力をよろしくお願いいたします。はい。ではね、今回いろんな方のね、タウンホール15のサービス終了編成をお届けしていこうと思います。まずは、今回は、イエティスパーチャ、見ていきましょう。イエティスパーチャもね、めちゃくちゃ、強い編成となっておりまして、ボンさんですね。ドズル社のボンジュールさんがね、よくからからの公認番組のね、今すぐお土産買ってこいっていう番組でよくね、イエティスパーチャ編成やっていて、タウンホール中さんで、前回ね、めちゃくちゃ撮っていて、ほんとね、タウンホール12からかな、確か使えますんで、よろしければやってみてください。ほんと、これもね、イエティスパーチャ、まあ、片サイドに、まあ、イエティ3体のスパーチャ3体みたいな、逆サイドは3体ずつ出して、で、面でこうね、押し上げていくみたいな感じで、となっておりまして、まあ、強い理由としては、やっぱスパーチャの貫通ですね。貫通で奥の施設にダメージが当たってって、で、まあ、イエティのミニイエティですね。で、ちょこちょこね、ダメージ与えていくっていうので、まあ、この貫通ダメージで、ミニイエティの数節約できるわけですよ。もう早くね、壊すことができるっていうのと、あとは、まあ、イエティ、の、ミニエティじゃない、スパーチャの貫通で、やっぱ、奥の施設でもダメージ入ることによって、これね、結局ね、サービスシール編成何が強いって、中盤以降ヒーローの能力が、残るのが強いんですよ。で、あとはね、ヒーローが残るのが強いので、なのでヒーローのね、確定数ですね、防衛施設、施設への確定数が、もう大幅に減るんで、なのでヒーローの進行も早くなるよねっていうので、強かったりします。はい、なので、これでまだアチャクイクローク残ってますよね。ユニットたちはね、もうね、シール編成ね、もう消えちゃっていいです。もう最後の終盤までヒーローが生き残ってって、で、削り取っていくみたいな、そんな攻めになってますが、まあ、ちょっと待って、これ大丈夫か。あ、オッケー、いけそうですね。はい、こんな感じでね、押し込んでいけるよねっていうのが、サービス終了編成となります。で、今回ね、いろんな形、お見せするって言ったんで、次のリプレイ、クラメンのリバさんがね、やってくれた、リプレイね、見てみましょう。サービス色系の編成ってこう、ウッドランチャー使うんで、タウンホールの逆サイドから攻めるんですよね。攻めることが多いんですよ。なので、タウンホールが落とせない星1のリスクっていうのがあるんで、タウンホールが外側にあるような配置だったら、はい、こんな感じでスニークゴブリンで、しっかりとね、取っていってあげます。ただね、ちょっとね、今回ね、リバさんね、ミスったのが、インビジタワーがね、あったんですよ、今回。ちょっとそこのケア忘れてたんですかね。ここちょっとインビジがね、そう、インビジタワーね、起動しちゃって、ちょっとスニークゴブね、スルーしたんで、ちょっとヒヤッとしたんですけれども、まあ、ここからね、クエイクからのライトニングで、で、追加のね、リバさん偉いですね。追加のスニークオブ持ってきていったので、これでタウンホールを追っていくっていうね、感じになります。まあ、タウンホール15とかも、タウンホールとかもめちゃくちゃ強い施設なんで、序盤でね、削れていけるっていうのはめちゃくちゃ大きいです。で、はい、今回もね、イエティスパーチャ型ですね。で、今回は、モノリスをライトニングクエイクで先に、追っちゃってますんで、強い施設のタウンホールとかモノリスがない状態で、こうやってイエティスパーチャね、押し上げていけるっていうのは結構でっかいアドバンテージになるかなっていうふうに思います。さあ、こんな感じでトームを当てていきつつの、で、もう強い施設はあとイーグル砲と中のインフィオタワーと、あとサイドの投石機器ぐらいなので、そこをね、なんとか、ユニットたちでね、押し上げていけたらめちゃくちゃ大きいです。あとそうだね、スパーチャ、射程が長いんで、アチャクイが届かない施設とかも、タギ取って削ってくれたりするっていうのも結構大きかったりしますね。こんな感じでなんか貫通で今インフィオタワー攻撃したり、投石機器攻撃したりしてくれてますよね。こういうことができるんですよね、スパーチャーだと。はい。
なのでこれで、あ、まあでもちょっとやられた。待って、投石壊してないか。とあ、待って、スパージャー向かってるけど、どう、あ、ちょっと残ってき、まあダメージ与えてくれてやるんで、はい、大きいですね、これだけこう、あちくりが届かない地区をね、攻撃してくれて、で壊してくれると、あ、投石最終的に壊せましたね。で、いけたんで、はい、もうこっからクローク発動していけば全開できるよねっていう感じです。あ、そうですね、あの序盤にターン削れてるんで、タウンホールのポイズンめちゃくちゃ強いんですけど、それがねないっていうのがありがたいですよね。はい、なのでこんな感じ、ちょっとでもこれも危ないか、なんか2本連続ちょっとギリギリな感じのリプレイになってますが、まあ全開は全開なんでね、はい、全開といった感じになります。で、さあ、行きましょう。本題です。いろんな方見てきましたけれども、今回ね、サービス終了編成で初めて見る形ですかね、をお見せしようと思います。それがね、突撃艦スーパーアーチャー型ですね、のね、終了編成となっておりまして、今回ね、これ、イエティスパイビーズか、スパイビーズパターンとなってます。これね、あんまり見たことなかったんで、あー、なるほどなって思いましたね。さあ、突撃艦スパーチャって、結構呪文を大量に使って、もう全部使っちゃうぐらいの勢いで、まあ、施設たくさん壊すじゃないですか。じゃ、ないんですよ、これ。今回ね、レイジの2枠、クローンの1発の3枠で5枠でしょ。で、インビジ5発か、の10枠で、やっていきます。で、これによって、さあ、イエティスパービーズの天敵であるね、こう、インフェアタワーか、マルチインフェ、3本折れたし、イーグル砲も削れたしっていうので、必要最低限の使用施設をもうぶっ壊していっちゃいます。半分ぐらい。村はなくしてって、で、残りの半分をイエティスパービーズで削っていく。これがね、ああ、なるほどなって思いました。これ、バックアドですね。これ、ほんと、ライトニングクエイク以上の、仕事してますよね。本当に、イーグル砲マルチインフェル3本とか壊しちゃったりとかしてるんで、もうね、これも強いっすね。止められるものがもうほぼないっす。タウンホールとモノリスぐらいっすね、強いっす。あ、ま、投石機もあるか、一応。あるんすけど、やっぱりね、さっきの、なんて言ったらいいんだろう、リバさんの、スニーゴブライトニングクエック型みたいな感じで、序盤にね、強い施設を削っちゃってってあげて、で、面出しすると、こう、なんだろう、前回取りやすいよって感じですね。あ、そうですね。俺がよく動画にしてるタウンホール11とかタウンホール12の、ライトニングクイックでもうマルチインフェタワー2本折っちゃうみたいなもんです。それと全く同じ考え方だと思ってください。ね、なのでこれもね、はい。もう序盤で使用施設ぶっ壊しちゃったんで、あとはもう、まあ、序盤の段階で、ユニットたちを押し上げていけば、もう怖いものは、はい、もうないっすよね。で、タウンホール15のサービス終了編成は、もうヒーローペットが強いんで、ヒーローペットさえもう生き残っていればいいので、もうだってこの段階で、はい、能力残ったキングとクイーンいますんで、もう止められませんね。投石機1個あるんですけど止められません、確実に。めちゃくちゃ強いですね、これ。で、あとはこうぐるっと回ってって、前回といった感じなので、いや、なので、サービス終了系の編成よくやられる方だったらね、ちょっとね、やってみる価値ありだと思います。こういう感じで、突撃艦スパービーズで、使用施設ね、まあ、インビジ5発ぐらいでね、たくさん壊せるような村あったんで、やる価値あると思います。はい。なので、では最後の、通常のイエティスパービーズ、見ていきましょうか。はい。これ、通常のイエティスパービーズパターンですね。見ていきます。そうですね。今回タウンホールの逆側から行ってます。あ、で、今回ゴーレム結構3体ぐらい積んでるか。積んでる方となってます。そうですね。スパービーズ、もう、悪くはないっすね。スパービーズも、いいと思うんです。個人的にはイエティスパーチャ型の方が好きかな。なんか、スパーチャの方が、なんか、あれです。射程が長いんで、多くの施設壊してくれるっていうのと、あとはスパスパ削ってくれるのがね、見てて楽しい。スパービーズね、まあ、スパービーズ全然強いんですけど、なんだろう。なんか個人的にはスパーチャの方がね、スパスパ削ってって、多くの施設貫通して攻撃してるのがね、見てて好きです。で、さあ、こっからですね。はい、スパービーズとかもう消えてしまってますね。だけ取れ、切れてないともうほとんどいなくなってしまうんですけれども、こっから強引にねじ込んでいくと。いった感じで、タウンホール15ね、ほんと全開難易度上がってしまってね、全開取れないよって方、プランニングね、なんかもうごちゃごちゃしすぎてわかんないよっていう方の強い味方ですね、サービス終了系編成。なので、そういったね、方はね、ぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。俺もね、この間クランリーグでやったらね、イエティスパーチャか、クランリーグ最終日でやったね、90% 台いったかな。で、ギリギリ全開できなかったんで、クソーって なりましたね。ですけど、ああ、でも、面出しするだけでこんな破壊率伸びるんだって思ったんで、
本当うまいことやればね全開できると思いますので、よろしければ皆さんねやってみてください。はい、なのでこれももうロイヤルチャンピオン生き残って、アチャクイがまあまあクローク残ってて、で、はい、こうなってます。あ、もう怖い説、はい、なくなりましたね。あとはもう回収で全開切った感じになります。そうですね、突撃艦スパーチャ型ちょっとやってみたくなりましたね。はい、ということで今回は海外クランにやられたね、あの突撃艦スパーチャ型のサービス終了編成とか、他のねいろんな方の終了編成ですね、こちらね動画でお送りしていきました。皆さんは何型が好きですかね。よろしければコメント欄で教えてくださると嬉しいです。はーい、ということで、海浜関係動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって、またグッドボタンやコメント、友人やクラメンニシアの方よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。